皆さんこんにちは。2021年6月2日水曜日夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。6月2日です。昨日から6月始まっておりますが、東京 FM はですね、ワイド番組全体で、マンスリー企画としてですね、シティポップをかけようということですが、ブルーオーシャンからトラットまででスカロケが弾かれたなんて話をですね、昨日のオープニングも話しておりまして、昨日はだいぶ荒れた放送に3時間になりましたけども、その放送を受けて、ダレハナで山崎れなさんがですね、そんな話をしてくださったりとか、それから今日僕神保町を歩いていたらですね、年配の男性の方に声かけていただきまして、40代50代でしょうか、僕よりは年上だったと思いますけども、いやー昨日の放送はね特に面白かったって言われましてね、あ本当ですかと、ありがとうございますという、神保町だって聞いてたからいつか会えると思ってたんですけどなんていう風に声かけていただきましてね、その自分よりも、先輩の年代の方がですね、だいぶ荒れた放送だったんですけど、昨日は。そういうものを聞いてですね、FM でありながらも聞いていただいて、ふざけてるにもかかわらず、面白かったと声かけてくださることがありがたいなと思いまして。じゃあそんな流れを受けて、今日の6月2日、2日目ですよ。1曲目どうするんだと。シティポップ行くのか行かないのかと。スカイロケットカンパニーどうするんだと。天気もいいぞと。どうするんだと。決まりました。これです。さあということで、東京 FM の流れに沿ってシティポップで行くのかどうなのかというところで、ダパンプメドレーから今日のスカイロケットカンパニー行かせていただきました。ジョイフル、そしてフィーリングとイッツパラダイスですね、そしてクレイジービートゴーズオン、そしてお聞きいただいている USA ということでね、シティポップどころかユーロビートとして幕を開けるスカイロケットカンパニーでございます。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も、明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー、明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。今日もすごく暑かったじゃないですか。はい。でまあ家で台本書いてて、脚本をね、でまあちょっと煮詰まったんで、はい、天気もいいし最近行けてなかったなと思って、神保町にある大好きなカレー屋さんの満天さんに行こうと思って、そしたらもうちょうど12時ぐらいだったんで、もう並んでたんですけども、で大体お昼の神保町のランチって、今学生さんがねコロナの影響なんかもあって昔よりもだいぶ少ないので、スーツ着てる方が多いんですよ、お仕事中。でそんな中僕パジャマみたいなオレンジのデレデレの T シャツ着て行ってるんで、オレンジのね、でなんかその申し訳ないなって気持ちにもちょっとなるんですよ、はい、だけどもまあお久しぶりだし食べたいなと思って入ってったら、あのラジオ聞いてくださってますので、昔からね、スペイン坂の方にお正月にもね来てくださったりとかで、入ってったらもうすぐ同時に、はい、無罪方面でよかったですねっていう話になって、僕コロナのね濃厚接触者になってましたから、はい、それ聞いてくださってたんでしょうつって、無罪でよかったですね、いやもうもともと何にも起きてないんですよこれ実際はみたいな、いやだけど無罪おめでとうございます、今日何にしますありがとうございます、久しぶりなんで何々カレーって言ってたんだけど、もうさ途中からさこの会話ダメだなと思ったのがさ、そのラジオを聞いている店の方と僕の中でその無罪だの何だのって話してるけど、昼間からオレンジのシャツ着て髪ボサボサのやつが店入ってきて、無罪でよかったのにありがとうございます、久しぶりにカレー加えてくださいって、これマジで事件を起こした容疑者の話なのよ。そうでしかないですよ。そうでしかない。俺途中からなんかそれを言い訳すんのもおかしいけど、これ本当に周りのね、ただただ静かにね、美味しくご飯を食べてるサラリーマンの方からしたら、隣の人も嫌な気持ちしてたんじゃないかなとか、ね。すごい聞き耳立ててたと思います。立てるでしょ。立てるよ。恥ずかしかったよ。俺は本当に。ただ美味しかったですよ。本当にね。ということでございますけども。で、その後ね、農船所行ったんですよ。ああ、そうなんですね。前にね、秘書もね、あ、僕もこう、知り合いの芸人がね、いいですよって言って、試しにやってみようかって、ここでも話しましたけども、はい、本当にこう、頭がスッキリするというか、で、浜崎さんが僕がおでこになんかね、うんうん、ボコボコし始めてたと、ある時、はい、
溜まって何かが、うん、老廃物なのか、それが取れたって言ってたじゃない、はい、でも本当にね4回やらせてもらったら4回やった方がいいですってことで、でちょっと濃厚接触の関係もあって感覚空いちゃったんだけど、うん、前にさ1回目やった時秘書言ってたみたいにさ、うん、目が開くね、うーん、すごい、だから今日もすっごい目開いてんのよ、なんか感覚的には開いてますね、開いてるよね、開いてます、これ何なんだろうね、むくみが溜まってたんじゃないですか、むくみがやっぱり溜まってたのかな、だって喋るのにもすごい筋肉使うわけじゃないですか、うん、そうですね、顔の昨日なんて特に3時間叫びっぱなしでふざけてたからね、うん、そりゃ疲れも溜まりますよ、顔に出るのか頭に、うん、なるほど、いやだから今日はもういろいろねこうリスナーさんにも声かけていただいたし、はい、隣でもねその満天さんの隣の方はツイッター見てましたって言ってくれたのか、うん、ラジオなのかちょっと知ってくださってて、右側の方は大丈夫です、はい、左の方はちょっとね椅子動かして遠ざかってましたけど、そういう風にねちょっとこう美味しいところ馴染みの店も行けましたし、はい、リスナーさんにも会えたし農船場もやったということでね、うん、まあ充実した状態ですよ私は本当に。おー、じゃあちょっと今日の放送も、今日の放送もですね、やはり先ほど部長さんが来ましてねいろんな話をしながらですね最後出ていくときに今日も大爆笑でという一番雑で恐ろしい言葉を投げかけてね今日も大爆笑でって一番恐ろしい捨て台詞というか恐ろしいね、本当にプレッシャーですね、プレッシャーですよ、頑張っていかなきゃなと思っておりますけどもねさあ今日のスカイロケットカンパニーどんな感じでしょうか。5時台は小池屋歌エール、本日はカエルソングをお届け、はい、6時台はキリン一番絞りで乾杯、乾杯、そして大好評コーナー7つの週刊プレゼンツパラダイムシフトセミナー、 FC グループの石井努さんが登場します、はい、さらに7時台はスカ抜け一番絞り、一番絞りデリバリー、あなたの元に届けます、はい、というラインナップになっております。もちろん案件も並行してやっていけたらなと思っておりますので、いきましょう。まずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査、毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、今回はこちら、新型コロナワクチン接種しましたか、はい、いいえ。全国各地で新型コロナワクチンの接種が進められています。医療従事者の方そして高齢者からの接種から、始められていますが、その接種率一体どれぐらいなのでしょうか。ラジオをお聞きのあなた、接種したでしょうかということでございます、はい、ワクチンもだいぶ数も揃ってきてるということで、大学なんかでも、ね、今月から早いところだと、それから来月、それから自治体によってはですね、福島なんかの方ももう若い方始めようかって言ってるところもあると。ただあのワクチンの会社が違ったりとかそういう関係はあるかもしれませんけども、まあどんな感じなのかなということで、ただこれは世代で分かれるんじゃないかなというふうには思いますし、まあ、テレビで見てる接種率がね、そうですね、リアルなところなので、地域ごとにも出ていたり、まあ、ラジオを聞いてくださってるうちの番組の方々では、うん、じゃあ実際はどれぐらいな感じなのかというアンケートでございます、アンケート結果がこちら、新型コロナワクチン接種しましたか、はい、 8%、 いいえ 92%、 僕高いなと思いました 8%、男性だと 4.7% で女性の方が高いです 12.5%。 そうですか、もしかしたら看護師の方や、それからそうですね、そうそうそう、お仕事的に、うんうん、保育士さんの人だったりとか、はい、そういう方、うん、介護士さんね、本当にそういうお仕事の方で女性の方が多いということなのかもしれません。10代は新型コロナワクチン接種しましたか、はいと答えた方 0%、 0です。20代で 5.1% いるんですよ、だからお仕事の方なんだと思います。30代 10.3%、 うん、高いですね、30代が高い。40代で 8.2%、 でもこの辺もまだお仕事の方でしょうね。50代で 7.5%、 はい、そして60歳以上の方で 11%、 うん、鹿児島のご出身ですけど、鹿児島のお父様、はい、お母様は高齢者に入られます、うん、入りますね。どうですか、接種の話なんかしてます？いや全くしてない、はい、
いつだろうな、いつだろうなってお話はしていますが、まだしてないってこと？あ、してないです。話はしてる。はい、話はしますよ。そのいつ頃行けるようになるの、それも分かんないの。まだ、まだ2人は把握してないようで。あ、そう、60代ですか？70代。もう70代になりましたね。あ、なるほど。じゃあそんなに別に2番目とかそういうことじゃなさそうですもんね。はい、良いはずですから。はいはい、まあ、鹿児島市も言っても人口多いですもんね。そうなんですよ、地域によってまたいろいろありますから。鹿児島市って何人ぐらいなんですか？60万人ですかね。あ、そんなにいるんですか？それ大変ですね。はい、はい、ということでございます。あの、細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリをご覧ください。さあ、そんなアンケート踏まえましたでよろしいですかね。ちょっと違いますかね。より良い明日にするための本日の議題はこちら、少数派案件、これが好きってずれてますか。みんなはあれあんまり好きじゃないって言うけど、私好きなんです。みんなはあれ残すけど、私つい食べたくなっちゃうんです、などなど、これが好きって私の感性がずれてるのと思ってしまうあなたの好みを教えてください。例えば、みんなが笑わないあの芸人のあのギャグ、私は面白くて面白くて仕方ないんです。私、エビの尻尾がとにかく好きで、残す人が信じられません。自分の枕の匂い、使えば使うほど馴染んできて洗濯したくないぐらい好きなんです、などなど、何でも構いません。あなたのこれが好きってずれてますかと思うことを教えてください。メッセージ社内掲示板で、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトからの投稿をお願いします。アプリは無料でダウンロードできますので、この番組を初めて聞いていますというあなたもぜひ番組に気軽にご参加ください。それでは早速メッセージ紹介しましょう。神奈川県33歳女性、会社員のリーリーリーさん。リーリーリーさん、本部長秘書、社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。本日の案件ですが、果物の柿を皮ごと食べる仲間がいません。え、柿を皮ごと。私にとって柿はカットしたら皮ごと食べるのが基本だったので、周囲から驚かれて共感してくれる人は職場に一人だけです。ワイルドですね。ちなみに、熟す前の少し硬さの残ったものを皮ごといくのが美味しいと思っていますが、圧倒的少数派なのでしょうか。ほぼ猿ですもんね。だってその、そのまま食べるね、本当にカニに投げてんじゃないかっていうような話ですけども、まあちょっとね、その、まあ、サルカニ合戦があったから猿なんて言い方して失礼なことしてしまいましたけども、はい、野菜とか果物にしても、うん、皮ごと食べた方が健康に、体にいいとかって言う、すごくそう言いますよね。昔から言うじゃないですか、うん、で、一時僕教わってみかん皮ごと食ってましたもん。あー、そうですか。え、皮ごと？皮ごとって思うでしょ。で、僕も皮ごと食うなんてって思うけど、はい、みかんを乾かしてさ、食べたりすることもあるわけじゃないですか、はい、皮をドライにしたりとかって、うん、で、ちょっと程よい苦味があるじゃないですか。あります。で、試しにやってみたんですよ、うん、だから中の甘みと皮のちょっと苦味が、はい、意外と違和感なくて美味しいんですよ、みかん皮ごと食べるのって。皮って中のさらに薄い皮じゃなくて外のね、オレンジ色の、うん、でもね、やっぱね、 2,3 個でやめた2,3 個でっていうか、もうそのシーズンでやめましたね中身だけでいいですよね。そう、なんかその皮ごと食べた方がいいって言われて何かを、野菜とかもそうだけど、僕はなんか人参なんかも皮取らないですけども、うん、大根も皮取らないし、最近皮ごと食べるバナナとかもあるんですよ。ああ、そう、はい。じゃあそうなってくると、柿なんてね、柿だって全然、うん、柿もでも柿聞いたことねえんだよなブドウだってさ、ラインブドウのラインも難しくないですか。ブドウって結構半々ぐらいで食べる人、種類によってじゃないですかね。種類によってかもしれないけど、まあでもブドウは結構食べますよ。食べちゃうかもですね、皮だから。そう考えたら、うん、リンゴだって皮結構食べますから。あ、食べますね。柿もいいんじゃないですか、うん、でも少数派ですよね、うん、柿、どういう風にするどうやってやんだっけ、これ。これ、どう反少数派ですねって言えばいいのかしら、この今日の案件って。それでいいんですかね。よ、少数派。今日は少数派に訴えかけている、ハンコ。
さあ、お聞きいただいたのは、スチャとネバヤンで、これアーティスト名がスチャとネバヤン、あのスチャダラパーさんとネバヤングビーチってことですね。で、曲がネバヤンとスチャヤンでした。スカイロケットカンパニー、スカイロケットカンパニー、小池屋歌エール、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、本部長のマンボウ八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。水曜日はカエルソング。農産業でを実施している企業が多い水曜日、仕事を終えて帰る時に聴きたい曲を募集しています。今日カエルソングを届けてほしいのは東京都37歳女性、ラジオネームブラックキャットさんです。ブラックキャットさん、明日は休みという時に聞きたいカエルソングはビッケブランカさんのうららです。あ、うららいいですね。この曲を初めて知ったのはスカルケです。ウキウキで帰宅し、たまった家事もノリノリで片付けられる曲です。最近夫もうららが好きだと知り一緒に聴いています。あのサバとかね、もうちょっとノリのいい曲も何曲かありますけど、うららもね、はい、またちょっとテイスト変わりますけど、僕はあの中野サンプラザの方でライブもこの前行かせていただいてますので、最高のライブでしたし、その中で聴いたうららも良かったですし、まあ春が似合う楽曲ですけど、今まだ夏になりきれてない季節じゃないですか。春の匂いも残ってますし、まだまだうららがね、こう聞こえてくると気持ちよい季節なんじゃないかなっていう風に。夕方になるとようやく風も少し涼しくなってきますし、いいんですよねこの時期ね。行っちゃいますか。お仕事終わってちょうどブラックキャットさんは帰ってる途中でしょうか。そして明日休みなのかしら、こうやって帰ってね、え、木曜日休みなのかしら。さあということで、ブラックキャットさんのリクエストです。このカエルソングどうぞ。さあ、リクエストでお届けいたしましたビッキブランカさんでうらら。皆様からのカエルソングリクエストお待ちしています。応募はスカロケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。小池屋歌エール、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、我が番組はツイッターも絶賛稼働中です。本部長のマンボウ八代です。番組のハッシュタグはカタカナでスカロケです。秘書の浜崎美穂です。はい、公式アカウントがございます。カタカナでスカロケで検索していただいたら出てくるんじゃないかなと思います。つぶやく際はハッシュタグスカロケでございます。はい、アキワンさん、アキワンさん、昔テレビで誰かがキウイを皮ごと食べるけど、皮ありなしでは味は変わらないって言ってたな。当時一口だけ皮ごと食べて、確かにそんなに変わらなかったけど、今でも皮なしで食べています。キウイのちょっとトゲトゲしいじゃないですかね、はい、なんかもう細かい毛みたいのついてるじゃないですか。す、うん、あれだからリンゴとか柿の皮と意味違うじゃないですか。つるんってしてないですもん。あれ皮ごといくって感じがイメージつかないけど、すごい残りますよね。確かに言われて想像したところ、味変わんなそうだな、食感は変わるけれど
キウイはでもそんなに皮むくのめんどくさくないじゃないですか、はい、半分に切ってもうスプーンとかで食べちゃいます、ね、そうスプーンでも手で押しながらも食えるぐらいだから、手で押したら出てくるんですか。簡単ですよね。ああはいはいはい。だからそう考えると柿とかって、はい、柿は、うん、柿むくの大変そうじゃないですか。リンゴより大変じゃないですか柿って。そんなことないですか。もうそんなにあんま変わらないかもですけど、さあツイッターの方で皆さんよろしくお願いしますということで、少数派案件これが好きってずれてますか。さあ今日のスカイロケットカンパニーは少数派の皆さんに訴えかけている、うん、埼玉県26歳女性パート業の泉じゃないよ泉だよさん。泉じゃないよ泉だよさん、皆様お疲れ様です。お疲れ様だ。少数派案件ですが、ご飯は固めが好きだけどお粥がもっと好きということ。ちょっとわからない。ご飯は固めが好きだけど、はい、それよりも、うん、お粥の方がもっと好きですと。毎日のご飯を食べるときは固めのご飯を炊きますが、はい、旅行先の朝ご飯でお粥があれば絶対お粥。いいですね。台湾とか香港とかでね食べるような、硬い柔らかいと矛盾しているようですが、はい、極端な方が好きなようです。あ、なるほど。普通の硬さじゃなくて極端に硬いとか柔らかいの方がいいと。卵がゆにちょっと塩か醤油を入れて食べるのが一番好きですけど。いいですね。卵がゆにねちょっとした薄い味付けでね塩、うん、醤油ということで、うん、すっごいわかります。どういったご飯のタイプが好きですかお嬢さんは。ご飯は固めです。ありがとうございます。私は普通です。普通の白飯が一番好きですということで、少数派の方の意見なのかもしれません。泉さん、ハンコ。続いて千葉県32歳女性男性ですね、会社役員のねもすけさん。ねもすけさん、ねもすけさんは少数派に訴えかけている。私は靴箱の匂いが好きです。靴箱、これは周りの人に話しても共感してもらえません。革の匂いやソールのゴムの匂いが混じり合う絶妙な香りが好きです。あー、なるほど。わからなくもないかな。靴の匂いずっと嗅いでいられるぐらいです。共感できる方がいたら仲良くなれそうです。靴の匂いとか新しいスニーカーの匂いとかーソールのゴムのとか、はい、ああいうのはわかるんですけど、靴箱の匂いってなってくると、うん、ね、履き古した靴もあるでしょうし、うん、ちょっと僕は共感できないけど、お嬢さんは共感できますか、このご意見に。できません。できません。ねもすけさん、少数派ハンコ。まだ行く。東京都31歳女性会社員の来世はクラゲ希望さん。来世はクラゲ希望さん。私は雷が好きです。雷、昼間に鳴る雷もいいですが、特に真夜中に雷が鳴っているのを聞くのが好きで落ち着きます。雷が落ちた時の大きな音も好きです。おそらく嵐の夜に生まれたんでしょう。ハンコ。ちょっと待って、ちょっと待って、一回止めるわ。一回止める。はい。ちょっと、整えて、こっちを。そうですよね。うん。ちょっとスタートから、そっち側でちょっと整えてってほしいのよ。はい。こっち側を誘導するというか、たしなめるというか。ねえ。どういう。最初のもう。どういう感じだっけ？トーンから。少数派。はい。少数派ですねってことでいいのかしら？まあ、少数派を、皆さん。うん。ええ。今日アピールする感じの案件なので。まあ、締めなくていいってことですよね。少数派ですねって言って、ハンコってことで。少数派に訴えてるわけでもないと思いますけど、ね。まあ、この少数派に訴えているっていうのはね、うん、これ分かる人にしか分からない。分かります？はい。ああ、そうです、そうです、そうです。うんうん、もうそれだけのこっちサイドの遊びなんで。はい、まあ今日は3時間この声でいけるかどうかというところもございますが、それでも私は分かっている少数派の人たちだけに訴えかけている。ハンコ。さあ、雷が好きだという落ち着くというのちょっとわからなくもないです。雷、まあ怖さはありますけども、はい、外にいて聞く雷じゃなくて家にいる時の雷っていうのはなんとなく雨の日と同じように、
家にいていいって言われているような、休みだよって言われているような感じもありますし、まぁ、ちょっと感じ方が違うのかもしれないですけども、お聞きいただいたのは、米津玄師さんで、春雷。Skyrocket Company。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。はい、ということでどうします、行きます、お、行ってみますか、行けるのかしら、行ってみましょうか。はい、はい、少数派案件、これが好きってずれてますか。神奈川県に21歳女性、学生のポツリポツリさん。ポツリポツリさん、初めてメッセージ送ります。ようこそ。私が自分少数派なのかなと感じることは、歯磨きをする時間です。毎食食後と夜寝る前に歯磨きをしているんですが、はい、1回に20分から30分かけて歯を磨いています。長い。歯ブラシ以外にもフロスやタフトブラシを使って磨いているので時間がかかってしまうのですが、このことを友人に話すといつも驚かれてしまいます。口の中に少しでも汚れが残っていると感じると気になってしまうんです。歯磨きに時間をかけていらっしゃる方いませんか。1日仮に4回磨くとして30分だったら2時間ですよ。結構な。1日のうちの2時間歯を磨いてる。わあ。歯削れないのかな。ちょっと心配になっちゃいます。それはもう専門家の方に聞いた方がいいような気がする。でも優しくちゃんと綺麗に丁寧に磨いてるから歯茎も大丈夫なんでしょう。少数派です。ハンコ。Welcome to Yellow City。タイヤの品揃えならイエローハット。タイヤの取り付けならイエローハット。タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。6時でお仕事終わった方々、お疲れ様でございます。お疲れ様です。週の真ん中、水曜日でございます。終わってる方も、いつもより多いのかもしれません。さあ、そしてですね、昨日の書き込みなんですが、はい、東京都女性33歳会社員の困った困りさんでございます。はい、昨日勤めていた会社を退職しますという書き込みです。すごく仕事が細かくて多くて複雑、社員も少なくて距離感があってシビアで、私にとって毎日が戦いです。今までで一番辛い仕事でした。33歳の方ですね。年齢も職歴もそこそこ重ねて、明るい未来なんて言ってる場合じゃなくなってきました。惨めだし気持ちも焦る、しっかりしなきゃと思いつつも、しばらく休んでクリアな気力が湧き上がるのを待ちたいです。本部長、秘書、社員の皆さん、今皆さんがそれぞれ奮闘しているモチベーションって何ですか、聞いてみたいですということです。奮闘、秘書は例えばお仕事をしながら自分でね、ペペリコペペロミア、ペペロミアというね、ブランドやってますけども、そういうのもね、本来やらなくてもいいものじゃないですか。お仕事でお金ももらってるし、時間ね、そっちに使わなくてもいい、まあお忙しいっていう、その頑張ろうって思えるモチベーションって何ですか。モチベーションはなんか新しいことだったり、まだ知らないことを、もうちょっと知識欲しいなとか、もっと自分でできることがまだあるんじゃないかなっていう、その模索がモチベーションですかね。本部長は何ですか。金ですかね。早かったな。金以外にあります、なんかモチベーションって。まあお金、お給料も十分なモチベーションですよね。仕事に関しては、まあちょっとシャレっぽく言っちゃいましたけど、お金はやっぱり切っても切れないですね、どうしても、はい、まあモチベーション、モチベーションってでも必要だよな。モチベーション、すごいこれ僕もあんまり向き合いたくないテーマですけど、はい、あんまないですから、
正直言っちゃうと、そんなに、あの受けた仕事をやっているという。でもちろんそのラジオに関しても、じゃあ受けている以上はちゃんとやろうって思いますし、ドラマの脚本も、そのなんていうんですか、モチベーションがないとかじゃなくて、やっぱりそこでね、向き合ってる方々の姿も見て、で同時にゼロから一緒に作らせてもらってるから、はい、いいものになればいいって素直に思いますし、はい、なんかそういう気持ちがあるんで、まあ、言うんだったらそれがモチベーションになってんのかもしれないですけど、なんか特別に何か別に大きな人生のモチベーションがあるとかそういうことではないので、あんまり考えないようにしてますし、それからここで本当に困ったこまりさん、ご自身も書いてありますけども、しばらく休んでクリアな気力が湧き上がるのを待ちたいですと。やっぱり、はい、待つことが大事だなって年重ねてくると思いますね。落ち込んだ時にポジティブにならなきゃって思うじゃないですか、これって落ち込んだ時にネガティブって良くないからポジティブにならなきゃいけないっていう、いつどのタイミングで刷り込まれたのか分かんないんですけど、この回転力って難しくないですか。180度回すって、90度でいいですよね。そのネガティブをゼロにまず持っていくことの方が大事であって、ネガティブをポジティブまで無理やりひっくり返すって、俺なかなかできることじゃないと思うんですよ。それなんでやっぱりまずは考えすぎずにゆっくり休んでいただいて、はい、もしネガティブなものを、ゼロ度だとするのであれば、ゆっくりゆっくり90度まで立ち上げていただいて、で90度になったら思考も変わってくるんで、ここに書いてある通りにクリアな気力が湧き上がってきて、ようやくそれで180度の方に、はい、ゆったりいけるんじゃないかなと思うんですよ。でもちろんね、何かきっかけがあったりとか、何が起きるかわからないので、ネガティブがポジティブに急に変換できる時ありますよ、はい、それはそれでいいと思うんですよ。ただどんな時でもネガティブになっちゃいけないとか、ネガティブはポジティブにとかっていう、ちょっと言葉というか圧力強すぎるなって最近思ってて、ゆっくりでいいんじゃないかなと思います。お仕事辞められたということですし、それから惨めだっていうふうに思わなくていいんじゃないでしょうか、はい、すごく仕事が細かくて多くて複雑、しかも社員の方々の距離感があったところで仕事を戦いながらも続けたということで、まずはそんな自分を認めてからゆっくり休んでいただけたらなと思います。今日からお休みになってると思うんですけど、はい、困ったこまりさん、ゆっくりしてください。さあ、ということでここからの時間はこちら。この時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。東京都26歳男性、会社員の金ちゃんさん。金ちゃんさん、夕方外回りも終わって事務所へ着いて、事務処理をして今日は早く帰るぞと意気込んでいたんですが、その時客席からの電話、現場の機械トラブルで今すぐ現場に来てほしいとのこと。はい、お世話になっている客席なので無理とは言えず、今から現場に向かうことに。今から行ったら片道1時間。あー遠い。はい、現場での作業も入れると結構長い時間かかるなと思ってテンションが下がっていましたが、これが夕方の5時の書き込みでございます。私は気づきました。そういえば向かっている時と帰っている時、スカロケ聞けるやんと。スカロケ聞けるやん。道中はスカロケを聞いてモチベーションを上げて、終わったら久しぶりに乾杯しようと思います。乾杯しましょう。終わって帰ったら飲みましょうよ、キリン一番絞り。ぜひね、せっかく早めに外回りも終わったし事務処理終わらせて帰っちゃおうなんてね、はい、じゃあ今日はゆっくりネットフリックス見ようかなとかね、いろいろ思ったかもしれないですよ、うん、近所の公園ランニングしようかなとかね、いろいろ思ったかもしれません。水曜日だからマガジン読もうかなとか。僕だけですかね、いろいろ思ったかもしれないけどね。いやでもね、本当だったら断ってもよかったかもしれない仕事ですけども、はい、得意先だしね、うん、そのお世話になってるところだし行きますよって、その男気かっこいいじゃないですか。働き方って難しいですよ。そこまでして働かなくていいっていうご意見もあるかもしれないですけども、うん、そこは選択の自由も残されてると僕は思うんですよ、はい、金ちゃんさんは行くことを選んだと、うん、で向こうは困ってるんですもん。片道1時間今ちょうどついて
現場で何かちょうど聞いてないぐらいの時間になっちゃうから、これ5時ぐらいの書き込みだから、そんな気がしますよね、片道1時間だから、うん、で今だからいいじゃないですか、聞いてないかもしれないけど気持ちだけは届けましょうよ、気持ちは届きましょう、ここにこの気持ちは嘘じゃないもん。それでは本部長、リスナー社員の金ちゃんさんへ向けて早速乾杯しましょうかね。ちょっともしかしたらリアル乾杯はもう数時間後になるとは思いますけども、気持ち的には先に乾杯させといてください、はい、継がせてください先に、ということで、おっと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 、もう大変でしたね今日も、必ずこれは報われるんじゃないかなと思います、ということで金ちゃんさんお疲れ様です、乾杯。お送りしたのは東京 FM ブランニューソング、シンガーソングライターアルクーナによる3人組ユニットグインで兵隊音唱、5月26日にセカンドアルバムパンドラをリリースしました、ぜひチェックしてください。東京 FM お聴きいただいたのはプレゼンスワンという楽曲です。スタッツ松高子キッドフレッシュの3エクセスです。さあ就活応援室では、就職活動を頑張るリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージは番組ホームページとアプリの就活掲示板まで、就職活動への意気込みや愚痴、悩みなど気軽に書き込んでください。社会人の皆さんからの応援やアドバイスのレッスンも待っています。就活生の皆さん、踏ん張っていきましょう。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。お送りしている曲は乃木坂46 27枚目のシングル、今日から配信しています、ごめんねフィンガーズクロスト。来週6月8日火曜日の東京 FM は乃木坂フェス、乃木坂46がワンモからスクールオブロックまで1日電波ジャックと題して、ワンモーニングからスクールオブロックまで東京 FM の8番組に乃木坂46の選抜メンバーがゲスト出演します。どのメンバーがどの番組に出演するかは当日東京 FM の公式 Twitter アカウントにて告知していきます。番組を充電したキーワードクイズ&サイン入りグッズのプレゼントも実施しますので、6月8日火曜日乃木坂フェスをお楽しみください。さらに来週6月9日水曜日、番組終わりの夜8時からはスカロケのリモ飲み開催します。今回のリモ飲みは白竹さん全面協力のもと行います。そこで昨日から3日間スカロケではリモ飲みに向けて毎日白竹香るを10名様にプレゼント、ご希望の方はスカロケのメールフォームからお送りください。はい、昨日の6月1日火曜日から今日明日と3日間でございます、はい、白竹さんありがとうございます。でみんなで飲みましょう、久しぶりになりますので、いいですね、ね、リモ飲みもね、乾杯しましょう、はいはい、楽しくやりましょう。さあということで本日はですね、少数派案件、これが好きってずれてますかでございます。東京都41歳女性会社員のタディさん、ハディさん、タディさん、ハディさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。私の少数派案件、それは食べ物の中で一番紅生姜が好きなことです。紅生姜、渋い。世間では添え物として扱われていたり、なんなら嫌いと避けられたりする紅生姜、苦手な人は苦手ですね。大好きすぎてもう紅生姜と白米さえあれば生きていけます。あ、紅生姜で生きるんだ、白米、まあいけんのか。子供の頃偏食で食べられないものが多かったのですが、はい、困った時はいつも紅生姜を食べていました。うんうんうん、ガリや普通の生姜も大好きなのですが、はいはい、あの紅生姜の赤さがものすごくテンションが上がります。うんうんうん、もし同じ好みの人がいたら絶対に仲良くなれる自信があります。うんうんうん、
これまでの人生でまだ出会ったことはありません。はい、僕も違いますすいません、以上も違いました。ただ牛丼なんかも含めてですけども、はい、紅生姜、あと僕は焼きそば、うん、セットですね、紅生姜。水道橋のさ、ウィンズ、はい、JRA のさ、ウィンズ、あの、はい、水道橋の駅からさ、はい、橋渡ってさ、すぐの左のもうさ、2019年までは年間あの焼きそばにさ、うん、好きなだけ紅生姜たっぷり何回食ったんだろう。生きてえな、ね、ウィンズ生きてえな。ウィンズ空いてないですか、タディさん。そこでね、僕は豪快に紅生姜入れてますよ、うん、それをあの入れっぷりを見てくれたらお友達になれるかもしれない。でも珍しいですよね、紅生姜でご飯ガンガンいけるっていうのは。そう、メインで大好きと、うん、少数派でございます。ハンコ。続いて岡山県32歳女性、パート業の小魚さん。小魚さん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私は大人同士がガチで喧嘩をしているところを見ると、何とも言えないワクワクした気持ちになります。いやいや、無理無理無理、怖さしかないですよ。私だけでしょうか。いや、その見てます最近、大人同士のガチの喧嘩。いやー、 SNS に落っこちてるのとかを偶然見かけることはありますけど。それって見ます？もうなんとなく、あ、やばい、これ喧嘩っぽいやつだなと思ったら見れます？例えば衝撃映像とかもそうですけど、ニュースとかでももう全然見れないです。怖いもの見たさでちょっと見て、わ無理だってこう流しちゃう感じです。若い頃は見れたんですよ。うー、はい。大人になっても衝撃映像一個も見れないんで今。ああ。なんでかわかんないです。喧嘩とかももう全く見たくないですね。ああ。駅でこの前見かけたんですけど、だいぶ前ですけども、ここでも言ったことありますけども。はい。もうどうしていいかわかんないですね。なんか。うん。なんだ、戦闘民族なの、その大人のガチの喧嘩見て騒ぐというか、ね、ワクワク、あれ、うーって女性だっけ小魚さん。そうですよ。だから血だよ、これもう本当にあのサイヤ人なんだよなかなかよ、先祖様、うん、心配、もうなんか、うん、大怪我になるんじゃないかとか。あー、いやちょっとなんだろう、辛い、今話しててこう想像しちゃいました。想像しちゃう、うん、どうだろう。でもこれは変な話、台風なんかもね、被害が大きかったりするから難しい話ながら、あんまりこういうとこで言うことじゃないけど、台風がワクワクするって人もいたりするわけじゃないですか。で、事故の映像を見てねって思う人もいるわけですよね、世の中には。衝撃映像だってそういう意味で、テレビで流すわけじゃないですか。で、結構よくよく見たら、これそういうくくりで流れてるけど、人大丈夫なのかとかっていうのも含まれてたりするじゃないですか、そんな中で大人の喧嘩見てちょっと血が騒ぐって人は結構いるのかもしれないですね、それこそ江戸の町のなんだか喧嘩と火事は江戸の花みたい。そう、だからもう喧嘩入ってるってことですもんね。格闘技も、まあそうか、格闘技も。あ、まあ、だから結構いらっしゃるんだ、このタイプの。戦うものに対して。もうだから、和田辰光さんの試合も俺見れなかったもん。その、また行きたいなと思うけど、はい、もう苦しくて。うん、大怪我しちゃったらどうしようとかって思って、心配の方が勝って、だから初めの一歩で言ったら、はい、真柴の妹の久美さんタイプピンポイントでこっちの方が少数派になってくるのかもな。ハンコ。さあ本日の議題、少数派案件、これが好きってずれてますか。ぜひ皆さんの少数派意見、アプリ、そして番組のホームページからも掲示板に書き込むことができますので、届けてください。 One morning。スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。ゆうじです。お疲れ様です。吉田明夫です。明日のワンモーニング、面倒な家事、好きな家事というテーマでメッセージを募集します。そして8時台のコーナーのチャレンジスピリットでは、ファッションモデルでタレントの佐藤佳代さんをゲストにお迎え、ゲーム実況者としても活動されている佐藤さんに今チャレンジしていることを伺います。東京 FM ワンモーニングは明日も朝6時スタート。浜崎秘書、私が帰ったワンモちゃん、お家に連れて帰ってくれてありがとうございます。元気に育ってますか。本当に持って帰ったんですか。
保存しましたっておっしゃったので携帯でね写メ撮ってくれたのかなと期待してます。ええ、保存しました。その通り、あのままの画像を保存させていただきました。元気に育ってますよ。いい食べっぷりです。スカイロケットカンパニー。7つの習慣の FCE グループの提供でお送りします。スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は7つの習慣プレゼンツパラダイムシフトセミナー。スカイロケットカンパニーの社員研修パラダイムシフトセミナー。このセミナーでは大ベストセラー書籍7つの習慣をもとに仕事や私生活の中で変えたいと思っている考え方や行動についてリスナー社員の皆さんと考えていきます。このセミナーの講師トップファシリテーターを務めてくださるのは FCE グループの石井努さんです。はい、リスナー社員の皆さんお疲れ様です。7つの習慣ファシリテーターの石井です。今日もですね皆さんと一緒に自分への問いを通じてパラダイムをシフトをして少しでもこれからが良くなっていくように一緒に考えていければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今週のメッセージを早速ご紹介します。広島県40歳女性、ラジオネームどさんこまるこさん。どさんこまるこさん、よく芸能人とかでメンタル強いと言われる人がいたり、自分の周りでもあの人メンタル強いなぁと思う人がいますが、身近な人だとメンタル強いイコール自分中心で図太いというパターンが多いような気がします。人に気を使うとどうしても人の言葉が気になってしまい、あの言い方まずかったかなぁとか、あれもしかして嫌味だったのかなぁとか、後から落ち込んでしまうことがあります。人に気を使いながらもメンタルが強い人になりたいのですが、どう考え方をシフトすればいいでしょうか。メンタル強いって確かに言いますけどね、うん、図太いっていうのはちょっとメンタル強いに近いような気がするんですけど自分中心でも、そっか、そういう人もいるか。トライオーによってはでもこれメンタル強い、うん、裏返すとメンタル弱いってなりますけど、はい、これね、あの人にあの言い方まずかったのかなとか、あれその時気づかなかったけど帰ってきてあれ嫌味言われてたのかって僕もたまにありますけど、うん、これがじゃあメンタル弱いにつながるのかって言ったらそれはそれで分かんない部分あるし、なんともね、確かに40歳のねどさんこまるこさんですけど、うん、同世代ですけど、ちょっとこう難しい考え方のような気がしますね。どうしたらいいのか、これを。石井さん、この考え方どうすればいいのでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですよね、結構難しい問題だなと思うんですけれども、まあ、今回は人に気を使いながらもでもまあくよくよしないというふうになるためにはどうしたらいいかというテーマで考えてみたいと思っています、うん、はい。でまあ結構私も含めてですね、なりがちというか、はい、なる方多いんじゃないかなとも思ってまして、で実は私はあの7つの習慣で学んだ中で一つですね、これにまあ自分でお守りのように持ってる考え方がありまして、はい、今日はちょっとそれもご紹介しながら進めていきたいと思ってます、はい、あの名前がですね、影響の輪関心の輪というお話なんですね。影響の輪関心の輪、はい、どんなお話なんでしょうか。はい、ありがとうございます。あの研修ですと図を見ながらご紹介するんですが、今回はラジオですので分かりやすくするためにたまにあの研修でご紹介している書籍があるんですね、はい、でそれをちょっと使ってご紹介していきたいと思うんですが、はい、書籍の名前がですね、それはボートの外のこと、はい、というタイトルの本なんですね、はい、でちょっとこのタイトルだけだと意味分かりにくいと思いますので、はい、じゃあ、 あの内容をご紹介したいんですけれども、はい、せっかくなので、はい、あの本部長に、はい、あの本の中身の追体験というか、はい、主人公になりきっていただいて、はい、ちょっとこういう時ってどうお考えになりますっていうのもお聞きしながら進めていければと思います、はいはい、じゃあですね早速いきます。本部長、お名前がこれからチャーリーになります。ありがとうございます、はい、チャーリーです、はい、
チャーリー本部長になります、はい、あの実はこの著者がチャーリー・ジョーンズさんという、はい、アメリカでは結構有名な NFL のメインキャスターをやってる方で、はいま、あのオリンピックでも常にメイントラック会場を担当して、はい、なのでもう33年以上も大ベテラン の、はい、あのスポーツキャスターです。でそろそろ次のオリンピックの配置が決まる頃なんですね。なので、まあ、毎年メイントラック担当してますので、はい、チャーリー本部長次はどこが担当になると普通だったら考えると思いますか。え、どういうことですか。割り振りがあるんですね、はい、担当場所の割り振りがあってずっと僕チャーリーはメインやってるんですよね、はい、そうなんですよ。そうするとメインじゃないかって次も思いますよね、はい、そうなんですよ。実は本の中でもそう思ってたんですが、はい、突然ボスから電話かかってきて、はい、チャーリー悪いんだけど今回はボート、カヤック、カヌーの担当になってくれ。あ、なるほど、はい、はい、はい。結局これその会場ってですね実はメイントラック会場から1時間以上車で行ったところで、はい、あの何にもない湖なんですね、はいはい、なのでチャーリー残念ながらこのオリンピック期間中メイン会場に一歩も入れない、はいはい、という状態になったチャーリーの気持ちになっていただいて、はい、そうなった時どう思われますか。僕は結構割り切って仕事を断って休みの期間にします。断っちゃう。あ、僕は断っちゃいます。めちゃくちゃ面白いですね本部長。あれなんだろう、そういう人もいると思うんですけど。それはメインができないからですか。そうですね。あ、メインができない、メイン張りたいってわけじゃないけど、うんうん、まあ評価だと思って。あ、その例えば聞いて今年は今回はボートを盛り上げたいとかなんかそういう風に嘘でも使命感をくれればあれするけど、まあ別にもう必要とされてないんだったらこの場所に留まる必要はないかと僕は思ってしまいます。ありがとうございます、はい、すごい個性的なチャーリーありがとうございます、はい、あれ、はい、他にあるのかしら、ま、このチャーリーさんは本の中でどうなったかっていうと、はい、まあ、やっぱりあのいじけちゃうんですね、はい、いや、はい、メインじゃないのかよと、はいはい、でもう間違いなくそう思っていたので、はい、まあ、でもボート競技もやっぱ楽しいのは楽しいと思うんですよ、はいはいはい、ボートが悪いってわけではないと思うんですよ、はい、そうなんですそうなんです、はい、なんですけどあまりにも事前にメインだろうと思ってたのから、はい、ギャップがありすぎて、はい、あの本の中で何て書いてあるかっていうとですね、はい、1週間前にキャンピングカーで現地に着いた私ははっきり言って世界で一番不幸だったって書いてあるんですね、はい、なんてものすごい落ち込んでいて何もない湖だからってことですよね、はい、でキャンピングカーで到着ですので、はいはいはい、すごい環境だったと思うんですけども、はい、多分心の中で思ったと思うんですよ、なんでだよとか、はいはい、もしくはあれあいつがもしかしてあっちに行けとか言ったのかなとか、あ、はいはいはい、なるほど、はい、もしくは、はい、あの時ちょっとボスに立てついちゃったんで、はい、これが影響してたかなとか、うん、いうふうに考えたと思うんですよ、はい、でその後とは言ってもベテランキャスターなので、はい、仕事を始めたんですね、はいはい、であのボートも全然詳しくなかったので、はい、あのボート選手にまず初歩的なインタビューから始めたんです、はい、でここからが実はポイントでして、はい、あのボート選手にインタビューするんですね、あれ天気悪くなってきそうですけど雨が降ったらどうするんですか。そしたらボート選手は答えがそれはボートの外のことだよって言うんですね、はい、で別のボート選手にもインタビューするんですよ、あれコースに風が強くなってきましたけどこれ風で煽られてコースアウトとかしちゃったらどうするんですか。いや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 、もうそれはねボートの外のことだから今考えないって言うんですね、うん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 、でもう一人聞いてもしパドルとかオールが折れちゃったらどうするんですか。いやそうなったらもうボートの外だってって、はい、なんか片っ端からボートの外って言ってくるんですね、はいはいはい、でこれあの多分別の質問でいや次当たるライバル強そうですけど大丈夫ですかとか、うんうん、例えばライバルがあなたのこと今年は調子悪そうだって言ってましたよとか、はいはい、いろんなことを聞くと思うんですけどボート選手はそれはボートの外のことさっていうふうに返してくるんですね、うんうん、はい、でここまでつながるとチャーリー気づいたんです、はい、ということで本部長チャーリーも気づいたことをおっしゃっていただきたいんですけど、はい、一体ボートの外って何のこと言ってるんだろうと、はい、そして逆にボートの中って何だろう、自分の、手の届くというか自分でどうにかできることとできないこと、あ、もう大正解です、そうなんです、はい、なのでボート選手たちは天候とか、はい、他人のこととか、うん、自分ではコントロールできないことをボートの外、は
はい、で自分の漕ぎ方とか、うん、準備とか自分ができることをボートの中、はい、でボートの中にめちゃくちゃ集中してるんですね、はいはいはい、でそれにチャーリーは気がつきまして、はい、あれ自分にこの仕事が割り振られたことも実はボートの外のことなんじゃないか、うんうんうん、つまり自分で希望を出したわけでもないですし、あの調査されてるわけでもないので、うん、単に割り振られただけなんですね、はい、なのであれじゃあ逆にボートの中なんだろうって考えた時に、あそうかと、この任されたボート競技をいかに放送するかっていうことは自分に任されたボートの中のことなんじゃないかっていうふうに気がついたんですね、はい、でこのボートの中とボートの外がパックリ分かれたので、チャーリー自身は気になることとやるべきことが、はい、あのはっきりしたっていうことだと思うんです、はい、なので結果としてチャーリー最後どう書いてるかっていうと、このオリンピックが私の生涯において最高のオリンピックになったっていうふうに最後結んでるんですけど、ここまでのこうお話を聞いて本部長いかがですか、はい、実際にボート競技の中で使われる言葉なんですかね、その選手たちの価値観というか、もしかしたらそうかもしれないですね、はい、結構合言葉のように出てくるみたいな話でしたので、なんか素敵な競技で、競技にまず興味持ったのと、あとはそうですね、なんかこのドサンコマルコさんのところに当てはめたらどういう感じになるのかなってことをすごい考えちゃってましたね、聞きながら、はい、石井さん、このお話を私たちの日常ではどう活用するんでしょうか。 ありがとうございます。それが一番大事なことですよね。ありがとうございます。そうなんです、これを置き換えてみると、まさに私たちの生活も日々ボートの外のこととボートの中のことがやっぱたくさんあるんですね、はい、で7つの習慣でいうと、ボートの中のことを影響の輪、ボートの外のことを関心の輪って呼んでるんですけど、はい、ちょっと今日は分かりやすくボートの例えのまんまでいきたいと思うんですが、はい、ボートの外のことっていうのの代表例が、例えば他人のこととか過去のことなんですね、うん、でそうすると今回のドサンコマルコさんの投稿の中にもあるように、あの時の一言どう思われたかなとか、もしくはあの人きっとこう思ってんじゃないかなとか、あこんなことしたらどう思われるんだろうっていうような、結構こう他人のことだったり、あの時の過去のことっていうのが結構こうボートの外という意味で出てきたりするんですね。どう思われてるのかっていうのはかなり外な感じしますよね。いや、おっしゃる通りです、はい、ただそう思うことが悪いかっていうと、実はそんなに悪くない、うん、つまり相手のことを気遣ったりとか、うん、相手のことを思いやったりという意味ではすごく大切な気持ちだと思うんです、はい、うんうん、ただそこにずっといてしまうと何にも前に進まずに時間だけが過ぎて、はい、まあ、気持ちとしてもやっぱり疲れてきてしまうっていうのがあるんですね、うん、はいはい、なのでここでぜひ加えていただきたいのは、あ自分がボートの外考えちゃってるなって思ったら、うんうんうん、セットでじゃあ今できるボートの中って何だろうっていうふうに考えていただくことなんですね、セットで、はいはい、で全然外を思いやることはもう悪いことではないので、うんうん、はい、なのでいや今できること、例えばですけど、じゃあちょっと次は自分から声かけてみようかなとか、はいはい、もしくはいや次に同じことがある時のためにちょっと準備しとこうかなとか、はい、あと、まあ、もっと簡単なところで言うとちょっと深呼吸しよう、落ち着こうとか、はい、うん、っていうふうに自分が今できることに集中していくっていうことができると、はい、うん、まあ、この冒頭に出てきた気遣いが気になることでボートの外で終わるんではなくて、それに対して次に向けた具体的な行動につながってくるので、はい、まあ、より良い自分や関係を作るきっかけになっていくことができるんではないかと思います。ラジオネームとさんこまるこさん、実は私も心がけていることなんですが、もしよろしければ一緒にやっていくということで参考にしていただければと思います。それでは最後に本日のパラダイムシフトセミナーまとめお願いします。はい、それでは今日の内容を生かしていただく自分への問いかけという形にします。それってボートの外のことなのでは。じゃあそれに対するボートの中って何。よし、それをやってみてはどうだろうという感じで自分へ問いかけてみてください。少しでもご参考になればと思います。
このパラダイムシフトセミナーではリスナー社員の皆さんからメッセージ募集しています。テーマは仕事や私生活の中で変えたいと思っている考え方や行動です。ぜひ特設サイトからお送りください。メッセージ送っていただいた方の中から抽選で3名様にオリジナルステッカーを、そして採用された方にステッカーと書籍7つの習慣をプレゼントします。 FC グループのトップファシリテーター石井勉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで FCE グループから7つの習慣のご紹介です。7つの習慣は全世界4000万部、国内240万部を超えたスティーブン・リチャーズ・コフィーの普及のベストセラー。この本にはいつの時代も変わらない軸となる原理原則が書かれています。変化の早い時代だからこそ、ぶれない人生の軸として7つの習慣を皆様の毎日に生かしてみてください。現在 FCE グループでは7つの習慣の出版をはじめ、小学生から大学生、専門学校生を対象としたプログラムを通して、子どもたちの主体性を引き出し、課題を発見し解決するを育むための活動を行っているほか、社会人向けのオンラインセミナーも実施しています。新しい生活や環境で困難に直面した時にこそ、このセミナーを通じてぜひあなた自身のパラダイムシフトによる新たな解決策があることを実感してください。詳しくは7つの習慣 FCE グループで検索してください。スカイロケットカンパニー、7つの習慣のFCE グループの提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー、東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。はい、ということで案件いく？行けますか？いつ行きます？少数派案件、これが好きってずれてますか？はい、神奈川県38歳女性専業主婦のラジミさん。ラジミさん、私はチャーハンは冷たい状態で食べたい派です。おー、なるほど。温かい状態のものも好きなのですが、あの冷たいパラパラとした食感のお米にちょっと油が絡まった感じが好きなんです。昔から家族からは温めて食べればいいのにと言われ続けていますが、最初は半分意地でしたが、今では好んで食べています。わかる方いますかね？これちょっと近いかどうかわかんないですけど、僕もそんなに熱いチャーハンも好きなんですけど、冷えてんのもよくて、はい、立ち食いそばとかのテイクアウトの、あの天そばみたいなやつで、ふやけてる方が僕美味しく感じたりとか、そば、はい、ちょっと伸びてる方のテイクアウトだから普通に食ったらそばうまいの分かるんだけど、チャーハンもめちゃくちゃ分かりますね僕。なんかこれ冷えたチャーハンとか伸びたそばも、はい、の方が好きかもって言われると、これに関しては共感できます。ハンコ。Welcome to Yellow City。タイヤの品揃えならイエローハット。タイヤの取り付けならイエローハット。タイヤで選ぶならイエローハット。七時です。FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。はい、ということでね、パラダイムシフトね、ボートの中と外両方考えるということ、確かに、あの人に変なこと言っちゃったなーって、それを考えるのは悪くないじゃないですか、はい、でも僕もここ数年はするようにしてるのは、このことを考え続けてること意味あんのかなとか、次会ったらこういう風に接しようとか、それぐらいだったらいいんですけど、そっから派生してよくわかんないことまで、はい、すごいとらわれちゃう時があるから、なるべく早めにその自分の行き過ぎた思考に気づく、
行き過ぎてるな、これこれこんなに考える必要ないっていう線引きは必要な気がしますね、はい、そして今日学んだのはプラス、うん、プラスで箱のいやボートの中、うん、中もね同時に考えられたらいいなとは思いますけどもね、ちょっと中がバタバタしてるんですよ、スタジオの方が、スタジオの中がバタバタしてる理由は、うん、まあ、今週の月曜日もそうでしたけども、ちょっとこうルールが変わりまして、はい、まあなるべくスタジオでこう食べたり飲んだりするときは浜崎さんと僕は離れようということで、作家さんもそのコーナーの間は外に出ようってことで、うん、まあちゃんとそれをお伝えした上で月曜日もやろうっていう話になったんですけど、なんでか知らないけど月曜のもう今日もそうだけど俺が外行かされんのよ。いやじゃんけんでよくない？毎回俺が行かでも台本もさ何を用意してくれてんのかな、はい、おそらくこれこう浜崎さんは移動させちゃいけないみたいな、東京FMのあれ、そんなことないですよ、私はあたま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 あいつが横の部屋行きゃいいだろうってことちょっとだから、うん、どこでここで行くか、じゃあここでここで、じゃあ今僕はねお隣のスタジオの方に最近の話一つ、うん、最近の話していいんですか、このそんなに移動距離ないですが、あーじゃあちょっと呼びかけてみようかな、私がこの間行ったオーディの方でちょこっとだけお話ししましたけど、リスナー社員さんと出会ったんですよ、渋谷のカイロ屋さんなんですけどね、柔らかいロプラティックの皆さん、いつも東京 FM を流してくださっていてありがとうございます、朝からずっと聞いてくださっているそうで、リスナー社員さんでした、ありがとうございます。最近はですねいろいろ整えているんですよ、今年に入ってから運動ストレッチもするようになりましたし、骨盤だったりとかもいろいろ整え出しています、なんか生活も整えていこうかなって改めて思うんですよ、このコロナ禍になって、あれ戻ってきちゃったはい、なのでね、この整体屋さんとか接骨院の方々ってすごく聞いてくださってますよね、ハッシュタグスカルケの方にもいろんな会社さんであったりとか施術師の方がつぶやいてくださっています、いつもありがとうございます。では準備整ったようですかね、本部長、それではここからの時間は スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りします。毎週水曜日にお届けするのは一番搾りデリバリー、あなたのもとに届けます。このコーナーでは仕事や家事などでお疲れなあなたにキンキンに冷えたキリン一番搾りをお届け、家でも職場でも一人でも複数人でもどんな状況でも OK です。生電話をつなぎながら我々と一緒に乾杯しましょう。ラジオでリモート飲み会するコーナーです。飲みたい理由を書いてぜひご応募ください。キリン一番搾り1ケースプラスキンキンに冷えた数本が届きます。それでは今回のリスナーさんと早速電話がつながっているようです。もしもし、もしもし、こんばんは。こんばんは、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。クワゲンと申します。クワゲンさん、こんばんは。こんばんは。クワゲンさんはいつからスカロケ聞いてくれてんすか？4、5年前ぐらいから聞いてます。4、5年前、何きっかけに？あ、その時は車通勤してて、はいはい、それで聞くようになりました。ありがとうございます。長いお付き合いになりましたけども、はい、じゃあその時4、5年前とは今環境が変わったってことですか？あ、そうですね、今は東京に帰ってきて、はいはい、はい、今は通勤の時間とかに聞いてますね。ありがとうございます。はい、今日は何なさってたんですか？あ、今日は在宅してて、はいはい、5時からはちょっとスカロケ聞いて待ってました。ありがとうございます、うん、はい、在宅で、あれですか、実家とかどういう構成ですか？あ、もう一人暮らしで。あ、一人暮らし。はい。あ、なるほど。
はい。で家にいたと。あ、そうですね。おいくつなんですか？あ、33です。33歳で。はい。そして今日はちょっとどんな話したいとか、どういうシチュエーションで行きたいとかっていうイメージあります？居酒屋で普通に飲んでる感じがいいかなと思って。わかりました。いいですね。はい。え、内容とかってこんな話したいとかあります？ですね、感謝をちょっと言いたいのと、本部長と一緒にですね、はい、と、なんか最近のスカロ系についてっていうのを喋りたい。聞きたい。感謝、先に感謝を伝えた上での提案だったり、はい、ご意見ね。そうなんです。恐ろしいことしますね。酒の席でどうなるんでしょうか。さあ、ということで、まあ面白そうですね、本当に、はい、何の遠慮もなくいろいろ言っちゃってください。はい、はい、ちょっとこれ意見強すぎるなっていう時は、うん、静かにそっちの声絞られて曲が流れるだけですので。わかりました。逆にもうそういうシステムもありますんで、何のもう配慮も遠慮もなく言ってください。心の準備をしました。はい、ということですので、お手元にビールありますか？はい、あります。届いてますね？はい、届いてます。どうですか？はい、あ、キンキンです。キンキンなんですよ、本当に。はい、本当にすごいんですよ、これ。はい。そしてじゃあ、いっちゃいます。早速もうプシュッと開けちゃってください。はい。すっごい開け方したいわ、なんか。どっかにぶつかったね、一回開けるときに。ちょっともうずっと待ってたんで。余っちゃってね、力ね、みたいな。はい、さあ、秘書も行っちゃいましょう。それでは。はい、はい、いい音でございます。さあ、それではね、僕は先ほど言った通りですね、部屋を完全に分かれた状態でやらせていただいておりますので、はい、マンも行きまーす。さあ、ということで、さっき届いたばかりの一番搾りで乾杯しましょう。いきますよ。今日もお疲れ様でした。はい、せーの。乾杯。あー。美味しい。美味しいなぁ。あー。新、美味しい。あー。あー。美味しい。なんだろうな。今日暑かったしな。はい。なんかもう、一口目でだいぶ落ち着いちゃったな、今。はい。ねえ、なんかその感じわかりますよね。わかります。美味しい。美味しいよ。はい。どうなの？なんかクワゲンがね。はい。言いたいことあるって、もう居酒屋に呼び出されて。そう。嬉しいよ。呼び出されて嬉しいよ、居酒屋好きだから。本当いつもお疲れ様、本当二人とも。いやいや、もう二人というか皆さんもね、日々の生活お疲れ様ですよ。お疲れ様です。本当にそう思うよ。うん、あ、そう、なんか感謝なんですけど。うん。あ、もしもし。もしもし。はい、あ、もしもし。はいはい。あ、大丈夫ですか。大丈夫だ、いるよ。いるいる。います。うん、いるいる、あ、いる。よかった。うん、なんか去年の8月ぐらいに。はい。なんか書き込み読んでもらったんですよ。ほうほう。うんうん。それが、なんかいい感じに、あ、会社の人でいい感じにこう、進んでたのに、なんか2年ぐらい好きだった人に今振り向かれたって言って、振られたっていうのを読んでもらって。はい。なんかそれで2人に励ましてもらったんですよ。はい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 、はい、ちょっと悲しい書き込みをしてくれたと。はい、そうなんですよ。はい、それで、はい、お二人がとリスナー社員さんも励ましてくれて、はい、それがすごい嬉しかったんですね。はいはい、だからそれはありがとうございますって言いたくて。いや、こちらこそ、はい、その番組にね、はい、言葉にするってことは辛いことをもう一回考えなきゃいけないし、はい、ね、悲しいことをまとめるって結構シビアな作業じゃないですか。はい、それを番組のために案件として書いてくださってるんですから。ああ、でもなんか、まあ、その時はまあ案件と関係なく書いたんですけど。案件と関係ないんだ。フリーメッセージのやつね。フリーメッセージ。
たんですけど、はいはいはい、でそれで本部長がですね、うん、なんか今なんかハートが呼吸を始めてるっていう名言言ってくれて、おーハートが呼吸を始めてるなんて言いました。名言として、はあ、言いますね、言います。だそれでそうなんか、あ、これきっかけに頑張ろうと思って、うんうん、なんかその夏はちょっと頑張りました。その夏頑張ってどうなったんですか結局。その夏ちょっとマッチングアプリ頑張ったんですよ、うん、そっから、うん、で何人かとお会いして、はい、なんか一人の方とお付き合いしたんですけど、はい、なんか振られて終わりました。最終的に一人付き合ったんだ。そうなんですよ。一応それは好きで言ったらどれぐらいのパーセントぐらいまでクワゲンさんは上がってたわけ、好き度は。それはなんか半分ぐらいだったんですよ。これさ、はい、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、クワゲンさんもね、はい、浜崎さんもまあ30代ですよ、はい、まあそのもしかしたらね年齢でくぐっちゃいけないとは本当よく思いながらも言いながらも、はいはい、切っちゃう時あるけども、はい、10代の恋と20代の恋は形が違うかもしれないし、30代と40代の恋は向き合い方が違うかもしれないけど、はい、100% ずつ好き同士で付き合うっていうことってなかなか減ってくるじゃないですか。いや減りますね。そんな中で、うん、50% って結構いい数字じゃないですか。はい、あ、でなんかあっが 告白してくれて付き合ったんですけど、はい、でなんかそれから結構女の人って多分上がっていくことあると思うんですよ、うん、なるほど。スタートはそんな高くないけどね。そうそうそう、あるあるですよ、はい、ありますよね、うん、でえ、それちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、それあるあるなの女性側は。あるあるですよね。多分あるあるだと思います。スタートであんまり好きで始まることってないの。いや好きなんですけど、多分最初は男の人の方が好きなんですよ。テンション上がってんだね。テンション上がってて、うん、で女の人は、まあ、告白されたとか買ったりとかして、うんうん、まあ、付き合っていって好きになっていってる段階なのに、なんかそこで振られたりとか。うんうんうん、はい。え、どれぐらいだったの付き合って、うん、あ、それはもう本当短かったです。3ヶ月ぐらい。ああ短め。はい。でなんか会えなかったんで、あんまり。うんうん。だからなんか、会いたいな、みたいな、ちょっとわがまま言ったら、なんか他の人探した方がいいと思いますって言って振られました。え、敬語でやられた？あ、いやいやいや、そんな言い方じゃないですけど。そう、会いたいって当たり前じゃないね。会いたい時に会える権利が付き合ってるってことの一つだと思うから。そうなんです。それを言って振られちゃうなんて冗談じゃないね。まあまあまあ、そうですね。でもまあいいです。いいよね、それはもういいよ、はい、それはそれこそもう忘れよう。はい、うん、もうね、で今、はい、で楽しくやってて、今は、今はいるの誰か。いや今いないんですよ、お一人様解除進んでて、うん、うん、どうしようかなと思ってる感じです。夏も来るしね。夏来ますね。夏来る。まあ、はい、去年もそうだったけど、例年の夏よりも遊びに行けなそうだから、はい、もうなんか、夏だから痩せなきゃ、夏だから恋した方がいいみたいな感覚もないけどね。はい、そうなんですよね。コロナのあれで。そう、それ、ほんとそれです。なんかさ、これがいいのか悪いのかよくわかんないよね。はい。なんかこの感じでさ、季節感もなく進んでいくのもちょっと辛いっていうかさ。まあ、え、でも私本部長には、うん、恋してほしいんですよ。何それ人のこと言って。いや、なんか私はいいけど誰々は恋してほしいとか、そういうの俺よくないと思うな。いや違うんですよ、なんかラジオ的に、うん、なんか面白いと思って絶対ネタにすんなよ人の恋を。俺は絶対言わないからなラジオで。実はいるパターンなんですか。実はいるパターンもあるかもね。嘘を急に発表するパターンですか。え、急に発表するパターン。急に発表するパターンなのかな。あか、まあ、まあ僕も面白いと思っちゃう方だから。あ、もう。だから、スタジオに連れてきて二人で喋りたいと思ってるけどね、いや、なんか絶対段階踏んでほしいんですよ。何なのよ、段階踏んで。大丈夫ですよ。大丈夫ですよってなんだよ、隠せないと思いますよ、本部長は。隠せないって僕。うん。聞いてたらわかると思いますよ、うん、ラジオを。
なんか雰囲気、なんか言うこと変わったなとか、そういう変化が出てくるんじゃないですか。逆に言うと、浜崎さんには恋してもらいたいの、あんまそこどっちでもいいと思う。もちろん恋してほしいんですけど、いや一番面白いのが、いや面白いって言ったらダメなんですけど、ダメだよもう遅いよもう面白いのが、あの本部長がそのデートとか誘うじゃないですか、多分女の子を、でそれを秘書に相談して秘書が答えるっていうのをみんなで聞きたいんですよ。僕が生放送でたまに、はいはい、この食材ってどうしたらいいのとかっていうのを聞いて浜崎さんが答えるみたいなのの恋愛のパターンをできれば放送でやってってくれ。ふざけんなよ。全部公開して、いやそういうキャピキャピしたちょっと本部長を聞きたいなと思って。確かにね、カサカサしてます。いやだからさ、本当は、うん、まあそのマッチングアプリとかもねやってみたんだけど、ちょっとうまいやり方わかんなかったりとか、それからまあじゃあガールズバー行ったりとかね、飲み会やったりとかってこともねちゃんと元気にやろうと思ったんだけど、割とご時世的に難しいじゃない。ああ、まあそうですよね。なんかさ、飲んだとかもさ、じゃあさ家で飲むとか飲まないとかも含めて、なんか放送でとっても言いづらいというか。ああ、なるほど。なんか難しいのよ、すごい。確かに。ああ。だから、コロナ禍終わったらね。はい。終わったらというか、まあ、ワクチンなのか何なのかわかんないけど、そうか、そういうのをキャピキャピした放送してほしいのね。違うんですよ。いや、でも本当は違くて、それもちょっと要素として欲しくて、提案として。提案として欲しくて、はい。で、なんか最近こう、そのスカロケって、なんか結構ほっこりの方面多くないですか？ほっこり方面。そうね。ほっこり方面が。それはやっぱりいろんな世代の方も聞いてるんだなっていう番組になってきたのでね。そうですよね。だから、まあ、めっちゃ変わってきたなと、あ、変わってきたなっていうか、なんか優しくなってきたなと思って。4、5年前の方がもっとこう、白黒はっきり言ったりとか、こう、強いメッセージを番組から発信したりってことの比率は高かったかもね。はい、そうそう、それで、で、まあ、お子さんとかも、まあ、出るようになったし、はいはい、でもそう、それでめっちゃなんかほっこりするんですけど、もうこの一人暮らしでこう日々カスカスしてる人間にとっては、めっちゃきつい時あるんですよ、それが。カスカスしてる人間からすると、そう。あの、急に始まるヒューマンドラマいらないわけね、夕方に。時々、ね、なんか、なんか割合多いなと。思う時あるんですよ、うん、どうしてったら秘書どうしたらいいの、ね、こういう時若者はもしなんかじゃあどういったことを聞きたかったりやってほしかったりっていうのがあるんですか、クワゲンさんは。一応あって、うん、なんかそのカスカスの人って絶対たくさんいると思うんですよ、スカロキって。確かにいる、確かにいるよ、たくさんいると思う、仲間結構いると思うんですけど、うん、ちょっと今出番がちょっと少なくなってきてるかもしれないカスカスっていうのね。おうおう、ちょっと待って、カスカスって言い方やめない？わかんない。あの、僕たちも、僕も秘書も多分カスカスしてるから、プライベートは。なんて言えばいいんですかね。ちょっと潤いが足りてない。うんうん。カサカサね、カサカサ。カサカサ、あ、カサカサです。まずカサカサですね。うん。そう、カサカサの人たちにもちょっと出番が欲しくて。はい。カサカサ案件してほしいなと思って。カサカサ案件。カサカサ？梅雨が始まったけどみたいな。そうです、傘はあるけどみたいな、湿度は高いけどカサカサしてますみたいな、こういろいろなんか引っ掛けて、なんかそうですね、まあ確かに傘でもさ、逆に言えばさ、はい、平和に幸せに生きてる人たちってそんなに3時間もカサカサした話聞きたい？あ、なんかその途中で途中に、はい、その、うん、潤いの人も入ってきてもらっていいんで、ああ良きバランスで。良きバランスでやってもらえたら。うん。確かにカサカサにスポットライト当たってないかもしれないですね。いや、本当そうなんです、絶対。最近ね。うん。やさぐれ案件とかあんまないもんね。ないですね。面白そう。不満爆発とかね。はい。
な、でももう基本的にはこれはもうやっぱコロナのあれもあんだけど、やっぱみんなもうなるべくゆるく楽しいのやってくださいっていう。ゆるいかカサカサでいいんですよ。ゆるかさ。ゆるかさ。ゆるかさ案件。もうゆるかさ案件で。ゆるかさやるとさ、今度さマジかさたちがさゆるいよって言い出すじゃん。次からそういう書き込み読んでほしいですね。傘のいくつみたいなね。傘で段カサカサチームで段階分けてね。それはさ、カサカサにスポットライトを当ててくれってこと、はい、それとも番組としてもうちょっとカサカサのフォローしてくれよってか、どっちのニュアンスが近いの？いや、カサカサ案件はやってほしいです。カサカサをもう少し前に出させるってことね。案件として。あ、ちょっと、はい、ほっこりしすぎてるってことですね、番組が。いや、なんかもうそんな悪く言いたくないんですけど。いや、カサカサの人がちょっと、はい、今きついかもしれないですね。そうね、はい、いや、わかるわかる。でもさ、うん、例えばさ、僕自身もカサカサだとして、はい、ほっこりという空間ってきついじゃない、確かに、はい、ほっこりと、ほっこりというか、まあ、ヒューマンなものを浴びるのって辛いじゃない、はい、だけどさ、そこから逃げたらダメじゃない、カサカサって。あ、そうですね。それを逃げてない逃げてない。それをいただいたことによってさ、うん、自分もじゃあそういう生活をしようとか、大事な人を大事と思えるような心を作ろうとか、はい、そうやって少しずつハートが呼吸を始めるんじゃないの？あ、そうでした。出た出た。カサカサがカサカサ同士で集まって何するんだよ。すいません、すいませんでした。カサカサしてんじゃねえぞ。やばさあ、お聞きいただいているのが BTS で Boy with Love、居酒屋店長からの一曲でございますけども、そんなにさ、まあ、さっきちょっとシャレでわーってやっちゃったけど、はい、そんなにカサカサな感じないかな、放送に。割とカサカサっぽい時間帯もある気がするんだけどな。そうですね、すみません、言い過ぎました。そんなことないですよ。そんなことない。すいません。いやいや、もうそんな、ごめん。いや、俺ガンガン来てくれるから、ガンガン来ていいのよ。ごめん、確かに曲分けの僕のトーンがつかみづらかったかもしれない。申し訳ないです。これに関してはもう本当にミス、こっちの。いやカサカサありますよ、時々。てか二人がカサカサしてくれてるから。してくれてるから。でもさ、なんなのそのさ、僕たちカサカサしてた方がいいでしょ。なのに僕はキャピキャピした、そのなんか恋愛の相談とかを浜崎さんにした方がいい。どっちの方がいいの、結局。どっちもいい、本当に。どっちもってどんな状態なのよ、俺、それ。すいません。いや、でもカサカサの本部長は結構もう知ってきたんで。だから、分かった、はい、分かった。もう本当にひどいことをクワゲンは言おうとしてて、俺がキャピキャピし始めて好きな子ができたりとかして、浜崎さんに生放送の中で相談して、はい、うん、付き合ったりなんかしてくんだけど、うん、最後、はい、派手に振られんのか見たいでしょ。ちょっと見たい。それが一番楽しみなんでしょ。楽しみですね。ひどいこと言うわね。いやもう結婚の時もめっちゃもう本当お祝いします。でもね、それうちの周りのスタッフさんとか、まあ、昔から知ってる芸人仲間とか作家さんなんかみんな、はい、やっぱり僕が不幸な方が面白いんだって。いや、まあ本当それあります、ね、それなんだって。だから結婚してもいいんだけど離婚を待つんだって全員で。ひどいんだよ。まあまあそうですね、うん、まあ、ラッキーよね、不幸に合うっつうのはこれ、それでね、幸せを与えられるっていう。いや、俺が先かな、秘書の方が先な気すんだけどな。どうなるでしょうね、秘書でも完全に諦めてる可能性あるからね。バレてますか、もうこれは何年間かもう結構がっつり付き合ってる人がいて、ゼロ百で騙せるから、秘書は。ああ、そっちもいいですよね。ね、そっちの可能性の方が高いのよ。突然言うパターンですよね、それこそ。
はい、ね、突然言う、でもさ突然言うパターンってさ、うん、その一瞬の瞬間風俗は面白いけど、うん、何年無駄にしたんだって話だからね。確かに怒っちゃうと思うよ浜崎さん。ふざけんなよって何ネタ無駄にしてんだよって言っちゃうと怒られそう。絵が浮かびますね。そうね、もうおめでとうより先に、はい、俺いつから、うん、な、もれられそう、もっと面白いやり取りできたじゃねえかってなっちゃいそう。本当ですね。そっか、ちょっとじゃあカサカサ案件を6月、うん、カサカサ案件絶対やる、うん、え、嬉しいです。うん、やりましょう。それで、うん、その時にレゲエをちょっと多めに入れた方が。それは知らない。そのレゲエのあの感じで中和されるかどうかはこっちで決める。面白いじゃないですか。レゲエで挟んでくんですよね。レゲエは8月まで書けない。ええちょっと今書けてほしいのあってダメですかね。それは、それじゃあ聞いとけばよかったね。あ、そっか、あ、そういうのはあったんですね。もういいわ、今日どうすんのこの後の時間配分をちょっと分かんない。何かけてほしいんですか。ファイヤーボールの、うんうん、ブリンイットオンっていう歌があるんですけど、パン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 、はい、パンパン、うん、いや、それをちょっと、もうこれスカロケで聞いたら私もう本当、はい、めっちゃ嬉しいです、本当に。カーゲンさんはレゲエ好きなんですね。あ、そうなんですよ。しかもスカロケで聞くレゲエめっちゃいい。いや、スカロケレゲエのイメージないよ、それ。いや、なんか本部長が前かけたじゃないですか。やりましたよね、うん。そう、それもめっちゃ良くて。ちょっと今日はレゲエいっぱいかけるぞ、みたいになった日ですよね。あった、あったね。うん、なんか、そうそう、去年だ、ちょうど、なんか、そうなんですよ。レゲエが持ってる洋のパワーって強いよね、みたいな話になって。そうなんですよ。で、まあ、そのシティポップに負けてられないですから。なるほど。そっか。スカロケマンスリー企画、レゲエかけまくるから。レゲエ一曲かけまくる。他の番組がシティポップ行ってるから。ゴリゴリのレゲエかけていきますか。いや、でもだから、あの、海感じるやつとかで、はい、はい。いいと思います。いいですね。ちょっと、かかるかどうかわかんないけど、改めて曲紹介、曲なんだっけ？あ、グリーン・イット・オンです。パン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 。いや、あの、ファイアビーいいよ、やっぱり。いいよ、かっこいいよ。めっちゃかっこいいですよね。かっこいいよ。ビールにも合う。そう、ビールに合うのよ。最高に合う。で、やっぱあったかくなってきたし、レゲエいいなと熱くなってきたし、素直に思った。はい、よかったです。でもさ、はい、カサカサのやつ読んだ後のレゲエってさ、さっきさ、それで中和されるみたいな言い方したけど、俺イメージして聞いてたのよ。はい。どっちも死ぬよ、これ。いや、これはちょっと、これは私の好きな曲なんであれですけど、はい。その時は、あの、うんうん、もっと緩やかな、もう、あるじゃないですか。もう。聞きたいなぁ。っていうかさ、カサカサって笑っていいわけ、はい、そもそも。カサカサを。笑わないとちょっと。だってさ、それはさ、クワゲンさんはそうかもしれないけどさ、本当にカサカサな人がさ、カサカサした気持ちで書いてさ、俺たちはそれを笑っていいんであったらいいけど、うん、よっぽどうまく書かないとカサカサで笑わすの、俺、リスナーサイドもハードル高いよ、実はこれ。あー、そう。いけんのかな？カサカサで面白く書くって結構難しくない？いや、あの、穴掘りもいけたんでいけますか？いけるな。聞いてくれてるわ。わかった。わかった。ごめん。そうね。やろう。行きましょう。みんなで笑おう。カサカサ案件。はい、よし、決定。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、どうでしたか、飲み会。めっちゃ楽しかったです。こちらこそ、面白かった。ありがとうございます。うん。ちょっとじゃあ、6月中ね。あ、ありがとうございます。に、笑えるカサカサ案件を。あ、そうですね。笑えるカサカサ案件でいきましょう。やっぱこう、クワゲンさんのおかげで、ツイッターもカサカサ民がたくさん集まってきてるから。ですよね、ほら、痛い痛い。すごいカサカサ民が集まってきてるから、今。あ、よかった。仲間多いんですよ、絶対。いや、そう、分かってんのよ。分かってるから、ちょっとね、こう、割合見てやってるつもりなんだけど。あ、分かった、ちょっと。配分考えます、ちゃんともう一回みんなで、うん、ありがとうございます、はい、いや、こちらこそ、はい、こ、あの、提案ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、うん、またね。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。一番搾りデリバリー、あなたも電話でお話ししてみませんか。
ぜひ飲みたい理由も書いてご応募ください。応募方法など詳しくはスカロケ一番搾りの特設サイトをチェックしてみてください。スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい。キリン一番搾りの提供でお送りしました。Rocket Company。 東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。何分リモノミしてたんだという話ですけどもね。まあでも嬉しいですね、提案してくれて、穴掘り案件のことも知ってくださってて、本当にこの数年、一緒に聞いてくださってたんだなって感じがすごいしますよね。さあ今日はですね、少数派案件、これが好きってずれてますかでございます。東京都32歳女性専業主婦のグルナッシュさん。グルナッシュさん、今日本部長カレーを食べたとおっしゃっていましたが、はい、カレーライスを食べるときにご飯とルーを全部きれいに混ぜてから食べるのが好きです。あ、いらっしゃいますよね。本当に少数派だと思いますけども、ご飯にまんべんなくカレーがコーティングされている状態で食べたいですし。そうそうそう、いらっしゃいますよね。食べ進める過程において口の中でご飯率高めとか逆にルー率高めとかが出ないように一定の味で食べたいのです。カレーをぐちゃぐちゃにすると見た目が悪いので外食の時はしませんが、子供の頃からこの食べ方が好きなんです。家でね、そうすると、うん、なんかどっちかって言ったら僕は配分を変えていくぐらいの楽しみがカレーあるなと思うんですよ、はい、普通にね、ルーで楽しんで、うん、ご飯で楽しんで、その後にらっきょうで楽しんだり福神漬けで楽しんだりとか、うん、で何かつけるものつけたりとかね、はい、今度じゃあ揚げ物を少しつまんで食べてみようかとか、うん、ね、あのでも同じ味でいきたいってことね、うん、均等ないますよね、スタートでまず混ぜ始める人、うん、分かる、少数派だとは思います。ハンコ、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、引き続き東京 FM でお楽しみください。さあ本日のラストはですね、昨日からお届けしております6月度の、スカレコ社員の歌でございます。変態紳士クラブでグッドアンドバッドです。カサカサやりましょうか。今月笑えんのかな、まあ笑える感じでやりたいですよね。もう何書こうかなって考えててください、リスナー社員の皆さん。ただやっぱりコロナ始まってこんなはずじゃなかったなとか、うん、友達ともっと遊んでるはずだったなとか、うん、会社の人たちとどっか行く予定だったとか、僕もやっぱ旅行好きなんで、うん、旅行できなくなったこのカサカサ感って半端ないし、はい、飲みにも行きづらいし、うん、そういう意味ではコロナのことも含めてですけど、このご時世的にカサカサしちゃってる方多いかもしれないから、発散してもらいましょう。はい、それでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。レゲエもかけるよ。